マジでって僕も一緒思ったよ。とりあえず俺が注意喚起してんのは、外配信がね、できなくなるっていう恐れがあるから、それに対してあいつが気をつけろっていうところで、変わらねえじゃん、警察にやられても。あと女の子のあの声かけね、ホテル連れていく、やるのはいいよ別に、合意のもとだったら。なぜホテルとかあれ言わないの？みんな言ってるでしょ、他の配信者は。君ら見てるでしょ、ナンパ界隈。みんなちゃんと別荘だとかね、言葉変えるかもしんないけど、個室に連れてくって言葉、キーワード出るでしょ。彼は出るか？計画的にここ行こうって行くだろ、言ってさりげなくお前連れてくだろ。その手法がどうかともいう問題やねん。嘘ついてるだろ、連れてく方法が。なんか論破できますか、なめちゃんリスナーさん。ねえ、彼がコンビニにジュース飲もうっつって、その後ホテル行こうって言ってますか、なめちゃんリスナーさん。はい、反論どうぞ、待ってるよ。うん、彼はさりげなく言ってここ入ろうって言いませんか、あれ詐欺じゃないんですか。ねえ、あれ配信外だったらまだ最悪いいよ、配信上でやるもんじゃねえんじゃねえんすかっていう話で。悪影響じゃないんすか、10代とか未成年が見てたら。おい、なめちゃんリスナー反論しろよ。うん、合意のもと連れてってんですか。ジュース飲もうって言って、その後ホテル行こうって言ってますか、明確に。